地域の農林水産物や食品などのブランドに国がお墨付きを与える地理的表示保護制度。いわゆる G. I. 制度に第一弾として神戸ビーフや夕張メロンなど七品目が登録されました。登録番号をめぐっては抽選が行われ、青森カシスが一番を引き当てました。アジアとかではあまり食べられてないので、できればいっぱい食べてもらいたいと思います。G. I. 制度は。 類似品との差別化や偽物の取り締まりに役立つほか海外への輸出拡大につながることも期待されています。